ストライクショット。こんにちは、妄想の中のふささのパチョトッパナエです。さて、今日はついに始まりましたね。ついに始まりました新イベントの最有機の鉄線講習に、もう来てる、もう来てます。送風舞う愛の芭蕉扇イベントが来ております。倒れがちだから水属性ですね。じゃあ見るからに、とりあえず今何も分かんないので、うん、何でいこう。水だからもう木だよね。もう単純に木属性のデッキを揃えております。じゃあ私も一旦これでいこうかな。募集しております。とりあえず毒味でね。毒味、毒味でね、あの差し障りのないキャラでいきますよ。はい、はい、こちらのパーティーでみんな木、みんな木、青龍神か、イグドラシル神か、クシナダ神か、ハンターキング神かでいきます。イエイ、レッツゴー。どんなんだろう、ワクワク、どんなんだろうね。うん、愛の芭蕉扇、どんなストーリーなんだろう。です。え、プよ、無理だ。ユグドラシルさん頑張ってください。あっ、いっちゃった。おー、仰ぐんですね、この芭蕉扇。扇だから、地雷だ、やっぱりな。こんな気がしたんだ。頼むよユグドラシル。ユグドラシル進化の方がいいかも。マインスイーパー、うん、確かに神返しかも。え、右に蹴り、倒さなくていいってこと？そういうこと？倒してたら来なかったのかもしれないですね。この十字レーザーを出す、そうな、この人たちを。しかしなんとなく硬い。あの毎回1ターンで地雷出してくる。この模様ですな。うん、あの左下っぽいとこの数字が。ああ、やばい。ボスまで行けなかった。さて、ちょっとじゃあ今ので地雷が出てくるのと、でプヨスケが出てきて、その子たちがいろいろ呼んでくると、逃げちゃう、そう、逃げる時に呼んでくるから、とりあえず飛行かマインスイーパーで行った方がいい。で貫通キャラの子ももう一体ぐらいいた方がいいのかな。うんうん、トクヨミで行こうかな。ふん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 、月読みにしてみよう。 OK、 こうかな。早いんですよね、月読みの。いいね、よし、これいけるか。いや結構ここのあ、ボスもう来た。ボスフェーズまでが辛いのかな。ボスからはいかほど。わあ、結構辛そうだよ。とりあえずこの子倒すか。おお、ワープも出るね。このそうだね、やっぱり出た、もう出ちゃったね。じゃあもう、もうプヨスキのところにとっかえて何が来るかだな。あと11で何かが来るんだが、逃げて、うわ、いろんな属性が来るんだ。一個しか引っ張れなかった。よいしょ。あい、次あの11やばいかもしれないね、左上の。でもね、貫通だからね、あまりできない、ね。とりあえず一体何か倒したいね。倒したいけど、倒したいよ。あ、倒れた。あ、結構一列にいる。キャー、なんとか持った、なんとか持ったけども、あとどこか、うん、ブーン、よし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 、さあ、ふっ、結構出すね。なんか、つくみの一
下に1ってのがある？違うか、わかんない、違うか、ちょっと待って、大きい1だからこれ取っとく、取っとこう、まだシールドの1だ、よいしょ、おいしゃー、ふっ、やめて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 、ふぅ、生きた、生きたけど撃つ、撃っとくか、もったいないよね、でもちょっといけそうな気もする、引っ張りいけーいけーいけー、よっしゃー、グッジョブー、わしませんもん、うちのややべ、書いてなかった、あれ、そのそれまであったん、わー、重力バリアきついな、あー、またない、うーん、できない、え、重力バリアがあるんですよ、あの銃ってなんだろう、なんでしょうね、うーん、重力バリアきつい、重力バリアがきつい、ぷよちゃん1-1でホーミングと地雷、うわできることがない、わー出ちゃった、また地雷出ちゃうのか、これでで来る、うん、次上が来る、やばいな、ストライクショット行くか、この流れで打ちますか、あの子も一緒に、うん、行け行け、ストライクショット、お見せしましょう、やっちゃって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 、おう、十字だ、十字だよ、どうすればいいんだろう、ちょっとある程度重力バリアにも対応できないといけないって考えると、私クイバタとかの方がいいのかな、私コルセアいます、飛行アンチ重力ですね、反射レーザーとあれの間に入りたいね、カンカンゲー、いけ、よし、うまい、よし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 、よし、どうもどうもありがとうございますありがとう、ありがとう、ではお願いします、次ホーミングと地雷いきますよ、そしてここでいきます、そこでいっちゃってください、いけるかこれ、ちょっとこの角度厳しいですけど、いくしかない、おお、ありがとうありがとうホーミング地雷いきました、次のこの5のところ、ね、私はダメージホールじゃないので、気をつけてマリンをスイープしてください、まあこれぐらいの角度でちょいといきます、素晴らしい、はい、そしてあやつがいるんですね、もう一体、何呼び出された木の反射レーザ ー、どうしよう、これ横で引っ張っちゃった方がいいかもね、引っ張っちゃってみようか、ハートがあるんで、ほい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 、くし灘使い、すごい、次の位置で何来るかだな、左波動砲、何だ、ちょっと下に降りていこうかな、いつも波動砲って言っちゃうけど、衝撃波、衝撃波、ハートも育ってるし、なんか変なのが来ない限りは、あ、入っちゃった、なりそうなんだけど、あ、そっか、ワープか、うん、あ、ワープですね、ワープですね、おお、衝撃波でしたね、衝撃波だ、育った、はい、なるほど、下倒しちゃっ、あ、まあ、上倒しましょう、一旦数歩いっちゃいましょうか、うん、はい、さようなら、さようなら、はい、うん、両方取っちゃいましたが、ここから、うん、こっちだけ倒したいけど、まあ、いっか、地雷もあるけど、まあ、そんなの関係ねえ、次またぷよスタートですかね、そんなのは関係ねえ、関係ねえ、ぷよスタートでもそんなのは関係ねえ、関係ねえ、一体でも倒せたらね、多少は身軽に、重力はどこ、
下でシュンシュンっていけるかな、うん、しっかり当ててまいりましょう。シュンシュン、はい、よし、グッジョブグッジョブ待ってるグッジョブ。そして地雷ホーミングもあります。あの Q ってやつ何なんだろうな。逃げてった十字ね。2ターンで来るから倒さないとな。ただコルセアは下倒してほしい。そうだね、ここ、うん、ちょっとみんなをばらけさせたい気持ちがあるよ。よし、ギリギリ当たらないかな。十字、あーこっちに寄せようか。これで寄るかな。うん、あーそっちに寄っちゃったのね。どっちなのね。そっちに寄っちゃったよ。これは来るかも。耐えた耐えたね。うん、打つ打つありな気はしてます。ほう、確かに動けないですしね。こう打つ、打ちましょう。ドライクショット、タップ、イエイ、残った。ただまあ、あのここはまあ順当に行って行って、まあね、渡さないよって渡せよ。だいぶね、暖かくなってきましたもんねまだここまではいかないですけどね。ピュー3体もいる。オーマイガーオーマイガーオーマイガー、どうしようかな。どんなストライクショットでしたっけ。仲間号令系ですね。動かなくなっちゃうかもしれない。うん、向こう岸へ行けませんでした。難しいな、仲間に当てれない。ググムムム、横襲やりますね。ストライクショットはどないですか。まだ大丈夫か。まだ大丈夫だと思いますね。 HP を回復してくれるのでもうちょっとピンチになったら行こう。いったいった、よかった、よかった。とりあえず1体は仕留めた。さよなら。まあでも、うん、光と闇なんで光を先倒したいけど、クシナダ引っ張るのはいいんじゃないですかね。こういきますか。うん、はっ、引っ張ったが大して効かず。打ちましょうか。打ちましょう。上向きでいいかな、下向きかな。雑魚処理したいね。1、2、3、4、5、いけ、みんなの右下、いけ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 いみんな縦目かな。そうだね、あのわしあれなんす。そうですよね、アンチ重力なんす。ダメ、もうでも行くショット、うわー、こんな感じ。ひらて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 、すごい速さでまだ動いてるよこのすごい、これの表面積を求めようっていうのすげー速さ。おお、いやはや、すごいクリア、桜散ってる。春だ、いやー、こちらにも春来た、来たね。芭蕉扇いただきました。さて、うぃー、もちろんいただきます。濃厚ですからね。さあどないな感じでしょう。これね、可愛いんですよ。うん、なんか綺麗系だよね。ちょっと綺麗系。あ、進化前は可愛い、進化後かなりクールビューティー。うん、鉄線講習チャレンジを終えてポイントをまとめました。じゃじゃーん、じゃじゃん。あのその絵がね、いつもね大部分をね占めていてねせっかくのポイント説明がね今日字は綺麗めですね。ちょっとね、あの綺麗に書いてねって言われたので書きました。綺麗に、はい、かなりの頻度で地雷が出てくるので地雷対策は必須です。必須ですね。全員もマインスイーパーか飛行のキャラで行く方が安心安全ですね、うんうん、爆発するまでのターンはそれほど短くはなかった印象だったんですけど、うん、マインスイーパー飛行2ずつとかだと安心かもですね。安心ですね。そして
キャラの順、貫通反射のタイプでいくと、ね、貫通貫通反射反射がいいんじゃないかな、うん、というのも次のステージに行った時にプヨがいて3ターン以内に倒さないと2ターン3ターン目に行っちゃいます。そう、3ターン目に行っちゃうので2ターン以内に倒さないとか、うん、とひょーって別の十字の猫ちゃんとかを呼んだり反射レーザーを呼んできたりしちゃうので、それが別属性なんですよね、結構。そうなんですよね、非属性とか、だからあの闇とか光とかもいますね。木だけで行っちゃうと大変なことになるかねない、うん、なので次のステージに行く前に貫通貫通の順で来るように仕組む、仕組んでまずプヨを倒してしまう。そうすると呼び出さないのでいいのではないか思って、いいか1体でも倒した方がいいですよね、うん、その1体と入れ替わりでシフト制で入ってくるので気をつけてください。でアルバイトみたいな感じ、アルバイトです、あ、入ります、はい、入ります、ありがとうございます、みたいな感じで来るんで、あ、じゃあ出ますみたいな、出ますみたいな、逃走つって、お疲れ様です、逃走はい、できればかな、うん。あ、そしてはボスフェーズの途中あたりで重力バリアとかも第2フェーズですね、ザコちゃんがまとって出てきたりしていたので反射レーザーのやつが斜めに出てきてましたね。早めにあの子たち倒さないと結構ダメージを食らっていたから、うん、1体ぐらいアンチ重力バリアがいると便利なんじゃないかな、うん、と思って私はコロツヤちゃんを連れて行ったという具合でございます、うん、よかったですね、うん、結構活躍してた、うん、かな、うん、感じかな。私たちがやったうちら的にパッチョパない流鉄線攻守攻略でございました、はい、ここのさ11ターンかな、怖いよねこれね。これも私ね村正で学んだから10ターン以上のやつはマジやべえやつのなんか飛んできそうだもんね、そうすごい恐ろしいやつがバーン来る、もう火炎バーンみたいなかもしれないし、もううわーみたいな短距離拡散みたいな可能性もあるよ。そうそう、もうもうね、5万飛ばすとかねありえるんで、もう分かんないですけど皆さんやってみて来る前に倒しちゃいましょう、うん、がいいですね、はい、はい、ということで以上鉄線攻守に挑戦でした。バイバーイ。ご視聴ありがとうございます。超絶キャストからご覧の方は概要欄にあるリンクからYouTube のモンスト公式チャンネルのご登録をお願いします。 YouTube からご覧の方はチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。モンスト公式動画ポータルサイトモンスト超絶キャストではモンストの動画がたくさん集まっております。ぜひ動画概要欄から見に来てくださいね。ではよろしくお願いします。